はい、ということで、よろちきラジオ、シャープ9ですかね。はい。お願いします。前回、藤原さね。んとはコい。ラボさせてもらった時に、まあ、奈々さんがちょっと遅刻するわ、すまんって僕に LINE 入って、そのドッキリやったんですけど、ちょっととんでもない、なんていうんですか、ナダルさん態度。ほんまにガム噛みながら入ってきた時は、俺マジで驚愕してんやけど、びっくりしてんけど、あの日は。で、ナーさんが言うには朝から疲れてたんです、みたいな。別に言いそう訳をね。バーバーバーって言って、まあその動画も今なんか10万再生ぐらい言ってて、あ、ほんま。うん、結構最近で言うとなるほ調子ど。がいい動画大でバはあズりるんやですね、俺らのチャンネルよ。いや、大バズりでもないけどね。うん、10万で大バズりって言うんやったらもうやめた方がいいかもしれん。いや、YouTube。俺らの最近で言うと大バズりやろ。まあ最近で言うとな。まあでも、ありがたいことにそのいろんな人見てくれてるんですけど、Yahoo ニュースになってて。なってたね。うん、タイトルが、ナダルがガム噛みながら遅刻。その後、大先輩ブチギレドッキリに逆ギレ連発&即帰宅準備で一同新歓っていうね。ちょっとほんまに、この通りなんですけど、ああ、その通りか。はい。やっぱヤフーニュースのコメントが、もうバーって見てたんですよ、さっき。マジで830件。830件。とかぐらいやったで。見てみ。で、俺も追いつかへんかってんけど、そのコメント見てても。なんぼなってる？ 875。875？ また増えてる。さっきしかも俺、あれやで。ここの、スタジオに着いた時に、その下のフロアに、なるほどね。830やってんで。もうこの10分ぐらいで40件増えてるやん。まあ、10分で40件、そんなやろ。もっとやばいニュースあるやろ、広瀬さんのフリーとか。いやいや、それ言うなって。認めたやないか。いやいや、そんな、あっちに書けや。言うな、そんな。なんで俺に書くねん。いやいや、しゃあないやんけ、そあっれちやは。ろうがい。いや、嘘つきやがって。俺はもともとフリーしてると思ってたけどな。ちょっと人巻き込むやめてくれ。え？人巻き込むやめてくれ。これもう非常に使いづらくなるから。もういや、だって俺のこと叩く前にほんま叩くべき人おるんちゃうって俺は思ったけどな。それすごいけどな。え？その巻き込み分癖。からへんわ、ちょ、とりあえず、俺。俺か悪いいろんの？なコメント来てるから、まあ、ヤフーニュースな。どっちのコメントよ、それ。え、し俺のニュースか？それ。広末さんの言わんって。ヤフーニュースの方に、ちょっといろいろコメントあったから、ちょっと読んでっていいですなんか？で呼ぶねいやいや、それに対してちょっとあれしよん。分かった、アンう。サーアすンる？サー。もともと目つきがおかしいからね。おい、もう入ってこへんわ。これが正体なんだろうな。もともと目つきがおかしい。なんでテレビでよく使われるのかがわからん。わからへんね。うん、って言ってだからます。君が、ちょっと言っとかなあかんな、ほんまに。はい。俺の前って知性いるから。いや、ええわ。ええわ。あれもちょっと軽くなんか話題になってたけど、このチキのチャンネルで、俺の笑いわかるには知性がいるランキングやってたけど、3位、コウメ太夫ゴージャス、2位、暴れる君、1位、中田あっちゃん。これ一番中田が食らうやつだろ。別に映画ないや、わからへんねやつ、君がわからないだいや、けじゃ確ないかんにですか？知らないです。途中から知性がいるとは何か分からなくなってきたからそう、だな、から、俺らも。ほんまにちょっと俺思うねんけど、なんうん。でわからへんとか言わん方がええで、自分がわからへんだけやから、うん。恥かくで、ほんだまからに。さ、一緒やねん、言うてる、中田さんと。ドストエフスキー読めないと一緒やろ。ええねん、それ。いつまでいじんねん、俺ら。いじってるわけじゃないけど、ほんまにちょっとやめとはかええでっていうこい、と。そんなこと言わん方がええでって。そう。なんでテレビでよく使えるのかわからん。そんなこと言わんで君がええで。分からへんだけやからなるほどね。ね。じゃあ続いて。やらせだね。そんなうまいこと遅刻してくるかって。わ、これバレがたね、か。バレたかって言っやてらるんせでですけど。す。すみません。いや、やらせやったよ。やらせやったよかったよ、俺も。これマジでやらせちゃうから。これ声を大にして言いたいんですけど、やらせだねとか、他にも全部脚本があるに決まっているだろうってあね。りが、バレたか。きついわ。ちょっと、華やかするのなしやて。でもほんま種に、明かしやん、それ。何しいや、ろ。俺もそうであって欲しかった。ほんまに。マジで、急遽、マザーくんおるから、おったからね、その時、松学校沢に。君はマザーね、くん正直どうやった、あれ。もう、言っちゃえばやらせって言っちゃう。どうする？いや、遅刻なんいや、ナチュおい！何や、ラこルれ。遅刻やし、作家。だからな、あ？ガム噛んで入ってきたときに、俺マジで、メイウェザー来たと思って。こ
こんな堂々と遅刻で、俺メイウェザー以外見たことないから、遅刻してガムかむ。何回も言ってるけど、入り時間が書いてなかったってことはほんまに。いや、それはもうさ、やめよ、それ。なんでやめなかんの？いや、お父さんよ。38のお父さんがメール見てなくて、入り時間がとか叫んでんの、これ一生残るねん、この動画。デジタルタトゥーやな。そうやね。だから、もう、苦しいでて、その言い訳、うん。メール見てなかっただけやん。メール見たってだから、入り時間が書いてなかったの。じゃ、そんなんもう13年目やから、だいたいわかるやん。13時。わからへん人もんねって、お前の物差しで測るな。な無理無理。何回も言ってる人の価値観でそれぞれあるから。無理やで、そんな言い訳は。からま、こいつがわからんもんよ。続いて、ガム噛みながら遅刻、謝罪もなく意味不明な言い訳。で、切れて帰ろうとする。芸人とか YouTube とか関係なく、人として終わってる。っていうね。よかった。よかった。どういうことですか？分かってないから、何にも論点がずれてない。なんかずれまくってるから。はあ、だからな、だから人として終わってるやつが芸人やってるから、なんかその、何をまともなやつ、俺が俳優とか、女優とかなんかある程度の、な、やつ、なんかそういう常識がいるやつやってんねんったらいいけど、芸人やねん。芸人ってむちゃくちゃだよね。ほんで俺不倫とかしたか？な。広末さんみたいに俺不倫したんか？ほんなら。ほんなら。え？って広末さんの話。お前じゃこれ使えんかったらどうするの？広末さんの話が。NG ですみたいなったら。NG も何もみんなしてねえから別に言ってええやろ。周知の事実やねんから。いや、俺が叩かれるべきなんか、ほんまに。広末さんで、あれ、広末さんの、なんかドラマでも見てたやろ？見てるか。え、見てないの？知らんわ、俺で。あ、全然広末さんのこと好きじゃん。名前しか知らんねん。あ、そう、広末さんのこと名前しか知らんねん。テレビとか見てない。珍しいな。あんま、なんか別に俺が迷惑かけたか遅刻したことによっていや、迷惑かけてんねん。誰にやねん。藤原さんや。藤原さんのスタッフさんも。藤原さんのそのスタッフさんに確かに迷惑かけたかも知らんけど、な、うん、この言ってるやつ。いませんよ！あ、ごめんなさい。あ、いない、ごめん。え、返せよ、ほんま。俺が悪い。舐め腐ってるな。俺が悪い。勘弁してくれ。この時の俺出さすな。ちゃんとやるから。ちゃんとやりますから。この時の、この感じの俺出すな。こういうところラジオで出さんほうがええって。やばいって。まあ冗談ですけどね。はい、冗談です。切り替えてくれや。マジやと思えるから。はい、あと、クソ人間見るのもう飽きた。いらん。クソ人間見るのもう飽きた。いいよ。頼んでないね、俺別に。なあ。クソ人間見るのもう飽きた。いらん。何回も言うけど、俺頼んでないから。別に。ああ、はい、はい。勝手に見て勝手に言ってんねん。みんなよ、ほんなら。みんな、二度と。え？二度とみんな。あ、なるほどね。続いて、ナダルって名乗るのやめてください。あ、テニスの好きなんかな、ナダルが。知らんって、だから。名乗るし、ほんで。あと、はい、変な考察も。あれ？来てます。YouTube チャンネル、もともと乗り気じゃなかったんでしょうね。藤原に迷惑かけたので、今回の収録じゃなく、YouTube もうやめますって意味で、筋通すために土下座までして謝ったのでしょう。先輩に、この態度はありえないことだけど、若干はナダルに同情できる部分はあります。え、あの土下座って、YouTube もやめますって意味だ。うわー、見破れてる。いや、そうやったんや。そんな筋通ってたんや。もう通すしかないと思って。じゃ、この方の意味はな、この考察が当たってるってこと？合ってるな。合ってんねや。もうやめます。あ、じゃあもう今日でやめますか？すいませんでした。あ、じゃあもう、いいですか？もう、今までの、その、なんていうか、いろいろ企画とかまだ残ってるけど。やめる。やめます。スタッフさんとか、せっかくな、3人ぐらい、ね、手伝ってくれて、その人らの、もう、いいんですか？もう、いいです。え？いいです。努力とか。集まってくれたけどな。企画とか、打ち合わせも、奈良さんだけ考えてみたら、参加せずとか。考えてみたら、ようわからへんかった、俺も。え？こんな勝手に隠し撮りされてさ、うん、叩かれてわけわからへんから。はい。な？もうやめろって言うんだ、やめろ、ほんなら。あ、やめますか？やめます。わかりました。嘘。え？嘘？嘘？何？嘘？そら、何にもな、ただ叩かれるだけで、うん、なんかこんな言われるだけやったら、それ、もちろんすぐ辞めるんですけど、はいはいはい、金なるんですよ。うわぁ。大変やね。そう。
金なるからね。うん。じゃあ、我慢してやりますから、ね。あの土下座は何の意味があったんですか、じゃあ。もうなんかパフォーマンス。パフォーマンス。なんか土下座してるって謝ってる感じ出るやろ。これ大丈夫、藤原さん聞いたら。やばいよ。うん。聞かへんやろ、別に。いや、わからへんで。俺タイトル、サムネ、藤原さんすいませんでしたにしようと思ってるから。別に そこで謝ってたら、それだけで問題ないからね。そこで謝ってたら、うん、そこでタイトルで謝ってるってことでしょ、別にそんな。このラジオなんて30分とか撮るわけでしょ、うん。聞かへんって。いや、わかる。藤本さん聞くかもしれない。聞かんって、そう。藤本さん結構聞くやん、こういうの。藤本さん大好きです。もちろんね。いや、無理よ。ただ、なんか、あの時はもうやっぱその、穏便に済ましたいから、こっちも。めっちゃ怒ってあったから。うんいや、だって、そりゃ。あの感じ、ドッキリにしてもな。うん。原西さんが。俺はちょっとマジやと思って。あの感じ、声量とか。うん。いや、原西さん上手すぎたからな、切れる演技。怖かった、めっちゃ怖かったもん。うん。なら、まさかの米研いで、洗濯物畳んで、仕込んでたんです。仕込んでも言わんほうがいい。ちょっと、引っかかんのか。バンされたんやんか、お前。いや、バンされへん。なんでガバガバやないか、お前、その。バンされへんねん。あかんって、お前。いや、もう、普通に小田上田とのコラボで言いまくってるから。こういうのもじゃなくて。あと、どうせなら、ガム噛みながら、ふてぶてしく登場したらおもろいんちゃうか、と、ナダルは遅刻しながら、血を絞ったのかもしれない。仕事に遅刻してきたダメなやつ。で、終わらせないために考えた策だったのだと。芸人ナダルは、そのくらいやるやつだと思いたいが、芸人としてはありでも、身近におったらきついな。こっちがしんどそう。これは、この考察はどうですか？はめるから、あんまそんな裏側言わないじゃん。え？はめるから。当たってんの？当たってんねん、それ。どうせなら、ガム噛みながらって。なんで俺のその全部芸人としても。でもさ、これさ、不思議なんかさ。当ててまうねん、こいつら。いや、その。そら、ほんま、お前らほんま。いや、遅刻してきたことがさ、なんか、時点でドッキリやん、みたいな。そんなうまいこと行くかいとか言う人いるけどさ、ほんまに遅刻、してきた、遅刻確定ってなった後に急遽回してるからさ、うん、もうほんま数やねん、奈々さんは。うん、で、うん、ガム噛みながらの方がおもろいやろとか思えるわけないやん。その脚本も。まあ、お前のキャパシティではそうやけど、俺のキャパシティでは、全然違うのは、やっぱりその芸人としての感っていうか鋭いから、うん、全然そんなもできるし、別に。え、それはでもさ。お前はできひんねんな。そこはやっぱその差やと思うけど。いや、ちょ、別にええねんけどね、それは。頭ポリポリ正当化しようとせんでええねん。正当化しようとせんでええねん。お前ガムを、なんで噛んでたの？こう計算でってこと？まだ味したからね。いや、じゃあちょっとええってこと。まだ味したからよ。SDGs やね。じゃ、もう。まだ分かってないかもしれないけどな、そんなすぐから一緒ですよ。ちゃうねん、これ、遅刻してる時にガム噛んでたら面白いんちゃうかって計算で、ナダルは噛んでたんちゃうかなってバレたかって最初言ってたよ。ほんなら今聞いたら、まだ味したからって全然ちゃう言ってる。全然ちゃう。どっちがほんまですか？味したから決まってるやん。じゃあさっきの嘘ですか？そうに決まってるやん。じゃあ怖いわ。なんでやねん。怖い。俺嘘つく言うてたから。いやでも怖い。何回も嘘ついてきてんねん、お前。頼むわ。何が怖がってんねん、こいつ。登場人物、設定、記事、すべて面白くない。今、ね、叩いてる人います、ね。感性がもう、濁りまくってるね、この方は。びっくりしたわ。何の感覚もないんだ。うん。かわいそうな人やね。登場人物、設定、記事、すべて面白くない。あと、こんな意見もありました。こんな意見があったの。原西の怒り方ってそのままじゃん。それより、ナダルの切れ方は異常だな。ナダルの YouTube 見たけど、ポルシェの911を買えるぐらいだから、お金には困ってないのでしょう。ちょっと待って。ポルシェ買ったの？記憶にはないねんけど、買ったかもしれない。いや、ナダルの YouTube 見たけど、ポルシェの911を買えるぐらいだから、お金には困ってないのでしょう。これ、どういう。ラファエル・ナダルさんってやっぱ、ごっちゃ、どういう人なんでそんな。だからもうこれもう見たらわかるやろヤフコメ見終わっとんねマジで。頭おかしいですばっかりやろ、ね、でも、ポルシェ買えるぐらい。メリカやお金には困ってないのでしょう。笑い業界の遅刻って結構大勢の人に迷惑かかるらしいから。お笑い業界タブーとは聞いたことがあったけど、ナダルの反応を見ると割と許されて当たり前だから怒られて不満って感じなのかなって言ってる、この方は。結構普通のコメントっぽく見えるけど、ポルシェのところだけ気になる。ポルシェを変えるぐらいだからって。何と間違えてんだよな。なんの勝てないポルシェ。こんな話してもない。したこともないし。うん。
どんだけスクショしてんのお前。これがちょっとラストですけど、はい、藤本って、こういう役だけ原西にやらせるよね。美味しいとこだけ持ってこうとして、マジせこいわ、藤本。おんねん、これも。これだから。何が悪かった、あの動画で、藤本。これだから、こういう役だけ原西にやらせるよねって、俺やからな、頼んでんの。ほんで、藤本さん。俺が原西さん頼んでんのに。悪ないっすな、何にも。美味しいとこだけ持ってこうとして、美味しいとこも持って出た。いつも藤本さんさ、うん。なんか、めっちゃ意味不明なとこ叩かれてるけど、いつになったら正常な評価に戻んねん。めっちゃおもろくてめっちゃ優しいから、こっちも。藤原さんのさ、方、うん、のチャンネルでもさ、はい、藤本さんが言ってたけどさ、もうナダルやめてくれるみたいな、ヤフコメ民のコメント全部読んで俺に報告してくんなよみたいな。報告してるというか、腹立つというね。なんでなんすか、藤本さんやもんみたいな。何関係あれへんからね、藤本さんのそれも。もう言ってくんなっていうさ。言ってくんなってことですよ。あと、ラスト、あ、ごめん、これ見逃してた。何地元が同じですが、普段は礼儀正しくて、ものすごくいい人ですよ。こんなことを言ってしまったら、営業妨害になるかもしれませんが、嫌われ役を演じているのが、もやもやしてしまいます。っていうね、こういう時も、地元が同じの人出てきました。普段は礼儀正しくて、ものすごくいい人やから、さっきのラジオでも、わーとか悪態ついてるのも、演技や、みたいな、ことを言うてんのかな？この、どうなんですか？この地元が同じ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。地元が同じですが、普段は礼儀正しくてものすごくいい人ですよ。こんなこと言ってしまったら営業妨害になるかもしれませんが、嫌われ役を演じているのがもやもやしてしまいます。なるほどね。これはちょっと僕はびっくりの。いやいや、まあまあ難しいところで、うん、確かに、うん、あの、裏で、めっちゃ挨拶するし、うん、めっちゃ、その、どういうこと、ね、どういうこと、パニックに。ありがとうございますみたいなめっちゃするけど、うんうんうん、確かにそういう一面もあるんですよ、だから正直ね。うん、ああ、まあまあ、人っていうのはいろんな面がありますから。面性ありますから。うんうん、だからまあ、その、ね、確かに一部分だけ見たらそういう部分ももちろんあると思いますし、はい、できるだけ僕も、もうテレビであがれ方してるんで、うん、できる限りは人に優しくと言いますか。やかましいな。え？っていう感覚ではあるんですよ。だから地元に帰った時はちょっと、いつも、よりは礼儀正しくいてんねや。いやでもまあ、難しいところで、別に地元やからって関係ないけどね、うん。だからまあ、だからいつもロケ先でもめっちゃ声かけられて、俺別に無視してないし。ああ、そうやな。上がるとかって、なんやねんとかって言うし。なんやねんっていうのもあれやけど。まあでも、この方には、もやもやしてるんですよ、うん。そういう部分もありますし、だからまあ、ね、うん。だからな、地元凱旋ロケ、ナダルさんの地元に、はい、村に帰った時も、本当に、奈良さんどんな学生でしたって聞いたら、本当にもういい子でっていう、礼儀正しくて、うん、おとなしくて、本当におとなしくて、真面目で、みたいな。もう、もういいです、もういいです。なったやんか。そういう部分もあるというね。そうね。うん、なるほど。そういう、僕のその、そういうとこ知ってくれてる方もいるかもしれないんですけど、はい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 、いろんな部分もありますよ、そりゃ。まあね。うん。うん、まあ、まあ嬉しいですけどね、うん。あ、この意見は嬉しい。だからまあまあ、やりづらくはなるから、あんま言わない。まあそうね。ああまあでもたくさんね。ありがたいですよね。ありがとうございますよ、でも。うん、まあまあ。どうですか改めてなんかさ、ああやってネットニュースになってるやん。また、まあ、またかとか思う。またかというか、まさか YouTube やつはそこまでコメント。やっぱそんなに800とか、1000とかって結構な方やから、俺結構いつも Yahoo ニュース見て。そうか、Yahoo ニュースを見るのが趣味やからね。そうだから最近で言うとやっぱ粗品のさ、なんか、本社回って YouTube みたいなんで。何それセカンド微妙やったな、と思って。っていうのも、結構なコメント数来てたから。ああ、粗品が、ザ・セカンド見て、うん、15年売れんかった人らやろ、みたいな。そうそうそう、みたいな言ってるニュースになってたから、結構なあれやな、思ったけど。うん、もう、俺の方がコメント来てる感じやから。ああ、そんなに、なんや、とは思っちゃったというか。はい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 。なんやな、みんな。だから、結構だから遅刻して、うん、もうなんか、溜め込んでる人ら、遅刻、まあ、多分ここにコメント書いてる人ら、多分遅刻ばっかして怒られまくって、ストレス溜まってるやつらしか、多分コメントしてないから、いつも。この人らも遅刻の経験があって。遅刻ばっかしてん、こいつら。あな、ね、遅刻ばっかして、俺がなんか、遅刻に対してちょっと物申したことが羨ましくて、うん、なんかちょっとそのなんか、俺が悪いみたいな感じで言ってるけど、いつ も遅刻ばっかしてる。
あ、じゃあこの方々の社会不適合者がコメント書いてるみたいな感じになってるからね、俺が。このそのじゃあ800何十人社会不適合者が集まった。集まりです。うわぁ、生きた。俺知らんぞ。ええよ、別に。大丈夫です、これがまたネットニュースになってほしいな。社会不適合、遅刻ばっかして、それが羨ましいなってことで、だからほんまはみんなガム噛みたがってるってことですか。そうそうそう、ほんまは、なんかもうもっと。いや、俺一つ言っていい、うん、今の時代にガム噛んでる人めずない。どういうこと？いや、なんかガムまだ噛んでんねん。なんかガムってあんま噛まんくない今。噛んでる人あんま見えへんねんよ。ガム自体を。グミらしいな、今。だからその。だからガムよりグミらしい。グミは。ステンでいいっていうのは、ね。そう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 。グミにしたらよかったね。いや、別にグミにしたらよかったねって知らんけど。まあ、グミ味あるしな、ずっと、うん。で、飲み込めるしな。そう。うん。まあ、ね、どうなるのか分かんないですけどね。はい、まあまあ、そういう人の集まりだと。うん。なるほどね。考察しましたね。考察。ね、ね、他普通のメール来てます。あら。あの、記事関係なく。ありがとうございます。はい。ラジオネーム、鬼丸ポテトさん。こんにちは。あ、ごめんなさい。鬼丸ポテトさん。こんにちは。ナダルさん、西野さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。はい。この間、吉本無限大ホールで、タップル寄せという大手マッチングアプリ、タップルと吉本がコラボしたお笑いライブが開催していて、僕は配信を購入して視聴していました、うん。そこに出演していたレインボーさんが、マッチングアプリにちなんだコントを披露していたのですが、女装した池田さんが登場するや否や、会場から割れんばかりの黄色い歓声が上がり、中には可愛いと声を発している女性の方もいました。はは。僕はあまり劇場のお笑いライブを見た経験がなかったので、その光景はなかなか衝撃的だったのですが、西野さんは、コントの中で女性を演じる機会が多いように感じます。今回の件と似たように客席から歓声が上がったり可愛いとの声が聞こえたりした経験ってありますか？もしよければ教えてください。余談ですが、その寄せで一番滑ってたのは、鬼越トマホークさんでした。漫才の終盤、心が折れたのか、酒井さんと金ちゃんがキスして終わりました。いや、なんとなく想像できるな。そんな報告いらんねん。なんとなくでもそのレインボーがキャーってなってる中の鬼越さんが滑ってるの、なんかめっちゃ想像できるな。客層がちょっと違う感じやった。うん、ちょっと最後キスして終わったよ。なんでキスして終わるの？まあな、俺こういうイベントあんねや、今。ほうほうほう。女性を演じる機会、ね、女装のコント、まあまあ昔から知ってますけど。ね。かわいいってあったんじゃない？あったか、そんな。あったように思うけども。だからまあ、西野がもう全開で可愛いと、かっさらいってる時期はあったかもね。可愛いって言われるがために芸人やってるみたいな時期だったから。2016ぐらいかな。2016、キングオブコント優勝したての西野がニャーの T シャツつけて。あ、猫のな。なんだろうさ、なんだろうさ、とか言って、なんかその、なんか可愛い。ちょ、待って、俺のもの悪いもの。なんだろうさ、なんだろうさ。今の何何その、熊のプーさんみたいな。わけわからん喋り方してる時は、もう可愛いって、笑かすよりも可愛いって言われたりして、カツラとかもとにかく可愛いのつけるとか、それじゃなくて。いや、これめちゃめちゃあれなんやけど、可愛いと言われたいっても半分あったけど、カツラに関しては、俺めっちゃ疑問やったな。うん、あの、そんなんええねんとか言ってたよ。なんでもええやんって。いや、なんでもよくないから、女装のカツラって。女性に見えた方がいいから、絶対。半減すんねん。それがもう絶対可愛いって言われたいが、バーって出てるのが気持ち悪かったんだから。で、俺は、可愛いって見られたの半分。いや、コントと。半分もいらんで、だからそれが。いや、コントとして。多いね、半分。マジやでっていうのも半分あったから。マジ、笑かすの100で言ってくれたのもから。いや、なんでもええねえはおかしいやん、でも。でも、とにかく腹立っててさ。うん。また可愛いって言われたかったら、こいつって。気持ち悪い、こいつって。うん。俺、ずっと近くにいるからさ、うん、多分人よりそれは敏感やん。はいはいはい。大輔さんとか一発聞いただけでぶち切れてたけど、俺、それの積み重ねの蓄積やからさ。うん。多分エゴかったとは思う。その頃な。うん。まあ、その時期は、まあだから。で、だから多分、亜生とか出だしてから一切言われなくなったかな。だから、うん。ほんまの可愛いやつが本物が現れた時ぐらいから、まあ、西野偽物やったやみたいなって思って。偽物ってね。まあだから、その、池田の場合珍しいけどな。まあ、昔からずっと可愛い可愛いと言われたけど、これ10年目とか10、
まあ、12年。11年目とか。11年目か。とかで言われてるのはやっぱなかなかちゃう。だいたい5年目とか6年目とかやん。そういうのって、うん。うん。確かにな。だから、池田がやっぱ女装のクオリティが高いよな。うん。まあまあ。ほんまの女の子に見えるじゃん、ちょっと。でもほんまに最近思ってんけど、うん、ジャンボもツイッターから上げてたかな。池田って、ジャンボに隠れてるけど、めっちゃでかない。めっちゃでかい。女の子とのな。普通ちょっと見た。うん、めっちゃでかい。俺よりでかいんちゃうかな。俺ぐらいかな。いや、身長下手し、ナダルさんぐらいあるで。うん、だから、でかいの毎回思うもん。だから、ジャンボが言ってたけど、僕は、その、レインボーのために、ビジネスのために太ってると。でかい。でかいから。そうそうそう。その方が池田の、女装が、こう、際立つから、みたいな。確かに、108ぐらいあるのかな、池田って。178はあるんじゃん。一緒ぐらいやろ、うん、まに。まあまあね、こう、鬼越さんがちょっとね。でもあるんですよ、ほんま、キャーとか、かわいいとかね、全然。最近でこそ減ったけどな。うん。8.6 バズーカの時とか、黄色い歓声でしかなかったもんな。出てきた時とか。誰やろうな。そうやな、でも。昔は結構あった気がするな。最近がやっぱ減ったのよ。うん。EXITさんとかも、キャーとかなってたけど、最近やっぱテレビもずっと安定して出たから、売れ切った人みたいになって、うん、そのキャーとか。出たての時の方かな。うん。そういうのを、出たての時はね、うん。だからこの池田の、今、キャーってなるのってすごいことだな、うん。すごいな、それ。うん。で、鬼越さんが滑ってたというね。やめたりやな。キスして終わった。ラジオネーム、鬼丸ポテト。あ、ごめんなさい。鬼丸ポテトさんは今の人か。ごめんなさい。ラジオネーム、三河わらびちゃん。はい。ね、いつもオンラインサロンも来てくれてますけど。うん、こんにちは。いつもよろちきチャンネル楽しく見させていただいてます。はい。ありがとうございます。中田さんに対して、いろいろおっしゃっていますが、本当は中田さん派ではないのですか？出なければ、爆笑ターンテーブルで、パーフェクトヒューマンのパロディなどしないですよね。できてます。ああ。はい。これは、あ、確かにな。それはそうなんちゃう？だって、中田さんのことあんだけ言ってんのに。確かにね。パーフェクトヒューマンの。そうそう。うん。あいま、パーフェクトナダルってやってたから。あいま、言っちゃってるや。あいま、言っちゃってるか。で、リーブ、言うてんじみたいな。やってたけど。はい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 。だからまあ、正直な話言うと、はい。僕はもうその、ネタとかに関してはやっぱ西野にでも言われるがままでやってますんですよ。はい。ね、三河学さん。うん。西野が憧れてます。いや、ちゃい、おいおい。待ってよ。そんな。いや、ほんでもう別に待ってよって。いやいや、そんなことないよ。あんだけ言って、あんだけいじってお前。うん。まあ、尊敬もしてませんやないやろ。いや、尊敬してません。いや、尊敬してんやったらあんな動画出さへん。まず。いや、まあまあ。尊敬してんやったら。まあ、確かにね。めちゃくちゃやったらあんの。まああの、すいません、尊敬はしてないんですよ、正直。いやいやいやだから、はっきり、1、面白い、あのリズムが面白い。0か100やねんな。面白いってだけです、あのリズムが。いや、だから、俺は正直、うん、武勇伝も、パーフェクトヒューマンも、めちゃくちゃ好きやねん。うん、あのリズムとか。そうなんや。うん、めっちゃお、まあ、俺は、おもろいし、おもろいとか言うより、俺普通にも、あの、音楽として勝って、音楽として評価してたから、俺。音楽え、もしかして。彼は行ったとか言って。うん、え、ミスチル聞くみたいにパーフェクトヒューマン聞いてた。彼は行ったとかやってたから。なんでそこやん。彼は行ったんとこ好きやん。いや、でも、すごいよな。そうそう、だから、うん、別にその尊敬してるとかしてないとかじゃなくて、普通に音楽として好きでしたから、僕は。はいはい。だから、この前もセクシー女優さんのラジオね。はい。なんか、はい、仮面ライダーの変身できます。ね。パーフェクト。そうそう、アイムは仮面ライダーみたいな。女優さんが言った時に、うん、あ、今、パーフェクトヒューマンみたいに言うなーって俺、うんうん、とんでもない滑らかなスピードで突っ込んでた。とんでもなかった。好きやねやっぱ普通に。フットボール後藤さんぐらいのリズムで言ってたもんな。はい、好きじゃないとあのスピード出えへんもんな。そうそう。パーフェクトヒューマン好きですけど、尊敬してるしてない理由としてないです。いやー、怖っ。それすごい流れるように、うん。だって俺ら奈良のロケでもさ、勝、う、井、ん、さんってスタッフ俺やから、勝井、勝井とか言ってさ、なんか、言ってるやつ。ディープ、ひょうたん山。ひょうたん山っていうね、駅が。で、その勝井さんが、苦笑いだけ、その時間ありますね。そうそうそう。俺が楽しいだけのね。そう。だずっとパーフェクトヒューマンはずっと好きやもんな。ずっとやってたんですよ、実は。うん。で、それこそミキさんとのロケでも、うん。あ、今、行っちゃってやるってやつを。いや、そう。割とパーフェクトヒューマンお世話になってる。そう、お世話になってるんですよ。うん、そう
そうそう。好きなんで、単純に。そうやな、うん。だから、多分好きやからこそ、ああいう、なんか俺らも話出させてもらうやん。そうですね。知性が、あの、笑うには知性が必要な芸人とかもさ。いや、関係あれへん、これ。え、めちゃくちゃいじってるやん。まあ、それに関してはほんまに、石野も悪くない。作家さんのアイディアでは。とんでもないアイディア出たっていう。そうやね。うん。まあまあ、だからね。そういうのもありますけども。はい。じゃあ、ラストいきますか。お、はい。ラジオネーム、はい、とりあえず関町さんのフォローを外します。なんでやねん。なんでそんなことなんねんな。西野さん、ナダルさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく YouTube 拝見しております。ありがとうございます。質問です。ペットボトルから投資を経て今日に至るまで TKO さんには容赦ないのに、なぜアンジャッシュ渡部さんには遠慮しているのですか。かっこ特にナダルさん、ロンハーのネット配信で、うん、見たんや、ナダルさんが渡部さんに対してめちゃくちゃ遠慮してる姿は、TKO さんに、無礼、悪口全開のナダルさんとは別人すぎたので、ふと疑問に思いました。なるほど。もともと TKO さんとは親交があったり、舞台共演も多かったから、遠慮なく生きるのですか、うん、TKO さんって芸歴的に渡部さんよりも上なので、すごく不思議に思いました。なるほど。以上です。長文失礼いたします。はいはいはい。ということですね。うん、なんで、TKO さんには容赦ないのに、アンジャッシュ渡部さんには遠慮してるんですか。逆にやけど、なんで俺が渡部さんにそのボロクソ言う権利があるんだろう。だからまあ、言うたらやけど、はい、俺は木下さんとも別に言う権利なんてあるわけないのに、はい、もともとなんか俺が木下さんの YouTube に、の謝罪動画に、うん、こんなんじゃこれやって言って、バッと押したことが始まって、はい、で、38万ぐらいかな、それ、撮ってみて。目指せ40万ということで。はい。俺がバット、ね。バット押しました。押したと。それを西野がチクって、うん、で、それがまだ話になって、50万超えたというバット数が。はいはいはい、はい。そんなことがあって、で、俺が木下に詰められるわ。いや、それ言いますけど、ほんならってことで。まあまあ、ちょっとその、喧嘩構図にはなったのよ。まあ、やり合いの構図ができたから、そう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 。っていうことか。渡部さんと俺何にもないで、なんで俺渡部さんのことボロクするねん。俺基本的にですけど、その言われたから言い返すっていうのはあ、まあそうか。自分からそんな攻撃はしないの、基本的には。ああ。で、だから抜群さんの名前覚えてなかったもん。そうそう、だから抜群さんも言うたら俺に対して、ナダルレベルの芸人やったらとか言うけど、言われたから、ボロクス言いましたけど、どのレベルの人が口挟んでんねんっていう。いやいやいや、えぐいけどな。えぐいけどな、今さらっと。脱力タイムズでね。そうそうそう、そういうことがありましたりして、うん、私さんに関してはほんま何にもしてないの、別に。あ、んで、正面、やっぱり、僕の得意分野といたしましてはね、うん、やっぱり影で言うのがやっぱ得意なんですよ。なるほど。面と向かって言うと、やっぱちょっと圧に負けるというか。はいはいはい、はい。俺やっぱ正面切って人にあんま言えないのよ。なるほど。言われたら言い返すけどね。あー、だから。基本的には僕影口が一番強い。2パターンか。影口を言ってて、それがチクられるか、なんか言われた時に、じゃあそんな言うやったらって言い返しますよ。申し訳ないです。感じの渡部さんたちは、なんでボロクソ言えねえって。なるほど、なるほど、なるほど。そこは、重々承知しておりますので。はいはいはい。反省した感じ出すからさ。はい、はい。ほんまにもっと悪く言ってくれたらボロクソ言えねえけど。でも、木本さんはさ、ナダルさんのこと何も悪く言ってなかったよ。でもなんであんな言えたの。木本さんが詰めてくるみたいな感じだった。感覚としては。詰めてきてなかった、ね。こっちに登場して。木本さんには仲裁。あかんて、あかんて、みたいな感じ。仲裁をしていただくというのを読んだら、なんで呼ぼねえ。じゃあ、とりあえず。YouTube チャンネル守るって意味だよ。ちゃちゃうなら、もう。守らなあかんから。守るために、そうそうそう。木本さんは。渡部さんはただ反省してるだけ。そこでボロクソ言われへんって。じゃあ、もし渡部さんが、ナダルさ、みたいな、なんか俺のことさ、陰で言ってるみたいだけどさ、ほんと、何なのみたいな。何がわかんねんってなるよ、なんか。いや、何がダメで、俺先輩だよ。うん、なんでなんでそんなこと。めちゃくちゃなことするからね。え？いや、めちゃくちゃなことって何がだよ。僕、もう、反省してるんだよ。あんま掘り返したくないから、もう、皆まで言わせない自分がめちゃ分かってるやろ。って感じの。いや、なんでタメ口なんだよ。あ、先輩だろ、俺。下にいてるからやってなるわけですよ。そういう過程があるわけね。なるほど、なるほど。こういう、詰められたら、出るってことね。うん、ああ、ということでございますわ。なんか、勝手に渡部さん巻き込まれたけど、大丈夫です。とりあえず、関町さんのフォロー外します、さんね。めちゃくちゃ悪いやつやな、ほんと。関町さん。関町さん関係ない。関町さんめっちゃ巻き込まれてるから。うん、はい、ということで、はい、ちょっとね、いろいろありましたけども。まあまあ、メールも、また引き続き、
待っております。概要欄の方に URL ありますんで、はい、そこに、メール送ってください。お願いいたします。はい、何でもいいですよね。大丈夫なんで。うん、何でも NG なしで大丈夫ですので、はい、ぜひ送ってください。はい、お願いします。そして、藤原さん、本当にね、すいませんでした。すいませんでした、本当に。申し訳ございませんでした。ほんまにびっくりしましたからね。はい、はい、反省してますか？反省してます。あら、足組んでるけど。はい、びっくりしますけどね。はい。もう何ぼでも言えるからね、お前そんなラジオで。じゃ、マジでめちゃめちゃ謝ってる体制やの、西野が足組んでみたこと言うから、そういうふうに伝わるやろ。あ、でも、あ、そうっすか。はい、って、お前。めちゃめちゃ、ちょっとこれ、ほんま音声で伝わらないんですけど、はい、本当にめちゃめちゃ反省してるってだけほんま伝えたいです。藤原さん、本当に申し訳ございませんでした。またちょっと機会ありましたら、コラボさせていただきたいと思います。本当に。よろしくお願いします。本当に申し訳ございませんでした。西野はほんまもう口上手にそんなこと言うからよ、俺が悪くすんねん、ほんまに。申し訳ございません、本当に。やっとんな、ほんで。足組んでたな。申し訳ございませんでした。いや、足組んでたよ。ありがとうございました。はい、ということで、また聞いてください。やっとんな、ほんで。足組んでたな。申し訳ございませんでした。いや、足組んでたよ。ありがとうございました。はい、ということで、また聞いてください。